こんにちは、ショウゴです。今回は、東北オープンの方にエントリーしてます。舞台は仙台ですね。J17 のグレードでとてもレベルが高い大会になっております。僕は本戦の1回戦スタートで、対戦相手は、鈴木敦人プロですね。日本ランク87位の選手で、僕直近の試合では、フルセットの末勝つことができてます。なんですけども、その時僕結構調子が良かったのでまだまだベースは彼の方が上だと思うので今回もどちらかというと僕の方がチャレンジャーの立場かなと思います。で、アット選手の特徴は僕と身長が一緒ぐらいなんですけどもサーブがとても良くてでさらに、ディフェンス力がとても高いです。フォアハンドは厚いグリップからのスピンとフォアハンドスライス、バックは両手バックハンドがとても上手な選手なんですけどもバックのスライスも上手で結構スライスを使いながらディフェンドしてきてどっかで一発カウンターを打ってくるっていうタイプのプレイヤーになります。僕は、なるべく彼とのロングラリーを避けて、しっかりネットを取ることができればいいかなっていうのとなるべく早いタイミングでボールを捉え相手よりも先に自分が走らせるっていうこととファーストサーブですね。やっぱり今も改善中でファーストサーブがどれだけ確率よく入るか逆に入れば勝つチャンスがあると思うのでそこを注目して見ていただけたらなと思います。そしてこの大会が今年全日本出れるか出れないかのポイント換算される最後の大会になりますので勝ちたいと。で、万が一負けたとしてもまだ全日本出れるか出れないかっていうのはちょっと微妙な位置にいるので何ポイント必要かとか、どういう風にすれば出れるのか出れないのかっていうのは、別の動画でお知らせさせていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。いろいろごめん。
なあなあなあ。All around the globe, trying to protect your soul.